牛マンボウは上喫なフグ木マンボウかマンボウ族に分類される魚類。模式産地はアドリア海。極限を除く世界中の海に分布する。マンボウよりも暖かい海域を好むとされる。日本では北海道以南に分布する。体高3.5メートルの牛マンボウの標本。右下はマンボウの標本。最大全長272センチメートル。 最大体重 2300kg。より大型化する可能性もあり、アジト沖で捕獲された全長 332cm のマンボウ類は本種であるという可能性も指摘されている。体高は全長の56から63%になり、マンボウよりやや高い。頭部や顎は隆起する。ウロコは長方形。カジヒレ上数14から24。骨盤数8から15。 マンボウでは、カジビレの公園に凹凸が見られるが、本種では、それが見られない。体は、全体が開白色である。胸ビレより、腹側の側面と、覆面はより淡い色になり、不規則な淡灰色の模様が見られる個体もいる。角ヒレも、淡灰色である。以前のマンボウ族は、形態から、マンボウと、南半球のみに分布する、甲州マンボウモララムズの2種から構成されると、 考えられていた。2009年に日本近海の標本も多く含めた世界中のマンボウ族の標本122頭のミトコンドリア DNA の D ループ領域の分子系統解析からマンボウ族は少なくとも3種に分かれるという解析結果が得られ本種はその中のグループ A とされていた。日本近海で主に見られるものはグループ B だったがグループ A の個体も捕獲されていた。 一方でこれらの分子系統解析の結果と用いられた標本の形態比較が並行して行われておらず2009年の段階ではモラ SPA に対応する学名は不明でさらなる研究、比較検討が必要とされていた2010年にはモラ SPA の標準和名をウシマンボとすることが提唱された2017年に文献や標本の調査から モラ・アレクサンドレニーの模式標本の再発見。モラ・ SPA が、M ・アレクサンドレニーと同一であること、公衆マンボー・エム・ラムズが、より先に記載された、M ・アレクサンドレニーのシノニムとなることが判明し、本種の学名を、M ・アレクサンドレニーとする説が提唱された。水深零から600メートルで見られる。本種は大量のクラゲを捕食する。クラゲは栄養価に乏しいものの、 個体数が非常に多く容易に捕食できる。本種は他に、クモヒトデや小魚、プランクトン、藻類、サルパ、軟体動物なども捕食する。海面近くに横たわって、日光浴をする姿が見られ、これには餌を求めて冷たい深海へ潜った後に、体を温めるため、体に酸素を供給するため、あるいは、カモメを呼んで寄生虫を取り除いてもらうため、 といった理由があると考えられている。日本の東北地方では夏に低地網によって漁獲される。ありがとうございます。